はいどうも、あくそまないです。はい、夜恐怖メタルドレート初見プレイ実況続きです。前回ね、エミーを倒して、迷って戻ってきたんでしたっけ？忘れました。はい。ということで、今回は、戻ります。こっちです。はい。ということで、ハヌビアに戻りまーす。で、ハヌビアに戻るところはカットでーす。あ、更新なものができたみたいですね。はい、ということで、ハヌビアに戻ってきました。いやー。よーし。いや、ウェーブビームってすごい。あ、痛い！あ、痛い！よし。ウェーブビームってすごいねっていうのを言おうと思ったんだけどね。あー、なんか、痛い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 。で、こっち。回復させて、よし。ん？おぉ。いや、すごいおどろおどろしいけど、今まで手を倒してできて。はっ。なんだ左手がうずく。パワーでキャノンでったか。でもさっきの左手の反応は何だろう。怖いね。そして後ろのゲート。お？遠くから見ている。人なのか分かんないけど。出たー！クワイエットローブー。そして、エミーゲートー！いやだー！行こう！よし。えっさ、ん？やばい！あ、サムス？お？新たな力に目覚める？わあ、やばい。おお、抑えた。力ずくで抑えた。セントラルユニットも？え？どういうこと？理解が追いつかないよ。ああ、もう。やばい。よし。ああ、これ攻撃モンバーになるんだ。くそー。よし。ここから何出したんだ。オッケー。ああ、飛ばせないのこれ。もういい。
レイ。はい。失せろ。弱き者め。ショートしてるから、はい、いつものやーつ。ふん。パーフェクトサムース。実際違うと思うけど。パワーボム。叩きつける技じゃないです。プロレス技ですね、それは。はい。パワーボム。これでボム系がすべて揃ったかな。広範囲に凄まじい熱量の爆発が広がる非常に強力な爆弾。パワーボムブロックの破壊が可能。モーフボール状態で R をホールドし、フルチャージ後に Y を押して設置。パワーボムを1個消費する。つまり、こういうことか。要はそういうことだ。要はこういうことだな。オッケー。これパワーボムブロックっていうのがブロックじゃねえや。パワーボムのやつが増えるわけだ。おお。すべて満タンです。なるほど、こういうことができるわけだ。爆発、うん。あー、わかった、そういうことか。待って、これをやって、こうやって、ドン。いやー、破壊は素晴らしいですね。あー、でもこっちで合ってるのかな。なんか違う気がするよ。なんか違う気がするから、こうやってやってこっち。なんかでも違うような気がするんだよな。なんか逆こっちから行けるか。あ、なんもねえや。あ、でも次どこ行くんだろうね。こっち側じゃないでしょ。あ、やっぱ上だな。無限ジャンプができるって素晴らしい。行くでしょ。でこれでこっち行くのか。よいしょ、戻ってきたよ。はい、はい、戻ってきたよ。サムス、君のその新たな力、発言した力、対象から凄まじい速度でエネルギーを吸収する特性は疑いようもなくメトロイドのものだ。君の体内のメトロイド DNA がこれまでの長い戦いの中で活性化され完全に目覚めたのだろう。この圧倒的なパワーを持った君であればレイヴンビークと渡り合えるはずだ。俺さっきさ、このハヌビアの遥か上空に浮遊幽霊を発見したレイヴンビークはそこにいる。サムス、時は満ちた。自らの試練を果たすのだ。一旦ここで終わりにする？なんかこっから先なんか時間がかかりそうな予感がするんだよな。どうしよっか。ちょっと一旦ここで切って切ってどうすっかなんだよな。でも切ろうか。でもどうしようかな。迷うな。切ろう。よし、
ちょっと早いですけど、今回はね、ここで切りたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。概要欄の方にお借り実況リストも載ってますので、チェックよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。